皆さんこんにちは。のんびりです。今回は試験的に声フォントスタジオ様の機械音声を使用してみました。もしよければコメントで感想などを教えていただけるとありがたいです。それでは早速本編へ参りましょう。今回購入したのはこちらの GTX970 になります。ハードオフにて3500円で購入しました。購入の決め手となった理由は、特に外観に損傷がなく新入荷のカゴに入っていたためです。改めて外観を見ていきましょう。梱包用に包まれているビニール袋にも目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態と言えると思います。グラボが高い今のご時世、動いたらサブキッシュ使いたいところです。最近ジャンク品をよく購入し、成功失敗を繰り返していますが、今回は一体どちらになるのでしょうか。では早速開封していきます。はい、取り出すことができました。外観としてはこんな感じです。先ほど言った通り、特に目視で目立つ異常はありませんね。これは動く可能性が出てきたのではないでしょうか。私自身ドキドキとワクワクをこらえております。一体どうなるのでしょうか。いよいよお待ちかね、動作確認を行っていきましょう。はい、こちら私のサブパソコンになります。今回はこちらにグラボを挿して動くかどうかを検証していきます。かなり小さめのケースなのですが、 GTX900 番台はかなりスリムにできているので難なく入りました。もともとは RX580 を使用していたので、起動時にはドライバーの変更が必要になってきそうですね。この時の私は思ったよりも電源ケーブルが絡まり、グラボを接続するのが遅くなってしまっています。ついつい私は値段を気にしてしまい、プラグイン方式ではない電源を購入してしまうのですが、このように絡まってしまうところは大きな難点と言えますね。さて、ようやく準備が整ったので起動確認やっていきましょう。では電源を入れていきます。スイッチオン。起動しませんね。もう一度入れ直してみましょうか。入れ直したけど起動しない。なんでや。一度内蔵グラフィックで出力してエラーコードでも確かめてみますか。こんな感じで内蔵グラフィックで出力してみました。背景のイラストは Twitter で投稿されていたものを許可をいただいて使用させてもらっています。ということでデバイスマネージャーで確認。表示されてない。グラフィック機能部分には内蔵グラフィックしか表示されておらず、完全に認識していませんね。何度も差し直したのですが、それでも起動してくれませんね。でも無駄に3500円もお金を払ったので諦められません。起動し直してみましょう。一度 HDMI ケーブルをグラフィックボードの方に差し直してみましょう。もしかしたらグラボに挿したら表示してくれるかもしれない。やっぱりダメですね。マザボの方にケーブルをまた差し替えてみます。もう一度デバイスマネージャーで確認していきましょう。さすがにエラーコードくらい出てくれてもいいと思ったのですが、表示も何もなしではリフローもするだけ無駄そうですね。